お笑いコンビミキの亜生が22日、自身のインスタグラムを更新。同日最終回を迎えるドラマ、サイレント、フジテレビ系、毎週木曜22時、の、聖地、を訪れたことを報告した。いよいよ今夜最終回を迎える、サイレント。本作は、川口演じる主人公の青葉つむぎが、かつて本気で愛した恋人である目黒蓮、スノーマン、演じる桜草と、音のない世界で、出会い直す、ラブストーリー。昨年の、フジテレビヤングシナリオ大賞、で大賞を受賞した脚本家、生方美久が手掛ける本作は、初回放送から国内トレンド1位を獲得するなど大きな話題に。川口、目黒らが描き出す切ないラブストーリーが、毎週のように視聴者の涙を誘っている。サイレント、ファンを公言していた亜生はこの日、インスタグラムを更新すると、シャープ最終回前に、シャープ聖地巡礼、と報告。訪れているのは、劇中で川口演じるヒロイン、つむぎが働いているという設定になっているタワーレコードの渋谷店だ。投稿の中で亜生は、劇中、反対側の歩道からタワレコを眺める層のシーンを真似た写真を投稿、シャープつむぎがゴミ出しに来いひんか期待したで、と願望を語っているが、あいにくつむぎはゴミ出しに出てこなかった模様だ。ファンからは、私も聖地巡礼したい、羨ましい、聖地巡礼、いいな、と亜生を羨む声のほか、最終回について、最終回辛すぎます、早く幸せになってほしいけど終わっちゃうの寂しいですね、と早くも、ロス、の声も寄せられていた。